ナントを見たたことでで僕の中でも大将の中もような投資がかき立てられました鈴木伸之が元プロ野球選手を演じることで話題の東海テレビ・フジテレビ系ド,ドラ「バントマン」が10月12日に放送スタートするドラマの見どころは何といっても代償の華麗なプレーシーンリアリティを追求するためドラゴンズの本拠地バンテリンドーム名古屋での撮影を敢行した 連続テレビドラマで中日ドラゴンズが描かれるのはバントマンが初めてとのこと球団ゆかりの地も随所に登場ドラゴンズファンだけでなく野球ファンも存分に楽しめる内容となっている好きなゴルフも封印して臨んだ撮影その成果は野球経験者にとってプロの本拠地はやはり特別バンテリンドーム名古屋での撮影はすごく楽しみなんですと興奮を隠しきれなかった鈴木 この日はグラウンドに足を踏み入れる前に軽く一礼をして撮影に臨んだドラマでは試合シーンだけでなくバッティング練習など野球に関わるシーンが多いこともあり日頃から素振りなどのトレーニングを欠かさず行ってきたという手のひらにも結構豆ができちゃってと笑う鈴木だがバッティングの感覚がなまらないよう撮影期間中は趣味のゴルフも封印したのだとかそうしたストイックな姿勢が この日のバッティングの鋭さや、ボールの芯を捉えて打ち返した際の乾いた音にも現れていた。プロ顔負けの豪快なそのバッティングは、ドラマで確認しよう。